一番我々の持ってる古い品種で伊達政宗公の重心が片倉小次郎さんという方がお手植えになったという梨があるんですがこんなもんなんですねですから戦国時代こういう梨食べてたと。でしかもあのザラザラでちょっと渋くてどうして食べれたんだろうね昔の人は歯が強かったのかなというぐらい。 えー、今の梨とはかけ離れてるんですが、えー、そういったものを使って、えー、これ江戸時代に主に品種改良がされてで今の、まあ、我々が食べてる品種の原型が出来上がってるということで育、えー、種なしには日本梨というのは皆さん今食べられない、えー、多分まあ見向きもされない果物になってたということですので、えーまあ、生物の適応ということとそれから 人間の育種というのが上手に調和した上で今の方が成り立っている園芸作物というのが対象果樹野菜花というふうなのが対象になりましてその中で我々特にあの果物の梨の研究に力を入れております。特にあの梨の場合あの 開花というふうなところが温暖化の影響を非常に受けますので、えー、我々の研究室では、えー、広くそのような、えー、開花の異常に関わる、えー、メカニズムの解明等について研究を行っております。研究を始めましたのが1990年ぐらいなんですね。で、その際あの毎年、えー、気象観測をしてまあデータを蓄積していったんですけれど、異常 な天候だな気象だなって感じ始めたのが90年代の終わりぐらいですかねで2000年代に入りますと明らかに今年の冬の調子おかしいよねというのがよく出てまいりましてで当初は梨への影響っていうのはそんなになかったんですけれどやはり2000年頃からいろんな影響が出てきたということでその頃まあ非常に顕著になってきたというふうに感じております。 とまずこの鳥取ではですね降雪がかなり頻繁にあるんですが、えー、溶,けにくくなあ溶けやすくなっちゃう根雪にならなくなってきたねというのが一つそれから顕著だったのがあの秋の高温なんですね一つは、えー、秋になってあの落葉樹ですので梨も葉っぱが黄色くなって、えー、ハラハラと落ちちゃうんですけれどその時期がだんだん遅くなってきたと。 といいうことがまままず最初に出てまいりましたで同時に冬の間寒さがまあ,あまり来ないということで逆にですねあの梨の開花が早まったりあるいは冬の間に急に寒くなって寒害寒さの害を受けたりというようなことで枝なんかが傷んだりというようなことが顕著になってきたというところです。 冬の間に寒さを要求する量というのが品種によって違うという辺りを明確にしようということで品種ごとの低温要求性の比較をしたりあるいはですね冬の間に寒さが当たらないと芽が春出てこないというメカニズムなんでこんなことが起きるんだろうねというあたりを追っかけてたということになります。ご存知のように、 春には、えー、ちょうどソメヨシの桜が咲きますよね日本全国で梨の満開の時期というのは大体それからら週間後ぐらいなんですねでその時に、えー、花を咲かせるわけなんですがまずここで欠かせないのが人工授粉といいましてわ、えー、かりやすく言うと実が止まるために他の品種の花粉を人間が、えー、梨の雌しべにつけてあげるという作業をいたします。 でこれはあの梨が自家不和合成って言いまして、自分の花粉では結実できない、まあ単的に言えばあの受精しないので種ができないから途中で起こっちゃうということでそういう手助けをいたします。その後ですねせっかくならせたんですが今度はあのいい梨をならせたいということで摘花と言いまして間引きをします。それからの品種によっては袋かけと言いまして袋を梨にかけて。 病気や太陽虫なんかから守ってやるということで大きくなっていきましてようやくこの9月になって収穫ということになります。でその後ですねそのまま春になるかというとそうじゃなくて秋から先ほど申し上げましたように葉っぱが落ちますがその後に剪定作業といいまして梨の枝を整えてやるいらない枝を切ったりとか。 あるいはあの木の形を整えてやって作業を良くしてあるいはあのお日様の当たり方をまんべんなくしてやるというような作業をして冬の間それでまた春を迎えるということになるわけですねですからま一年中月っきりで栽培しているということになります落葉果樹の冬の間の眠っている状態動物でいうと冬眠これと同じようなものになります冬の間 梨等の落葉火事の芽は寒さこれを蓄積すすするるこことととにによって春に開花することが可能となりますただ昨今温暖化が進んでおりまして暖冬の影響でなかなか低温が蓄積しにくいというふうなことで休眠が春になっても解除されないというふうなところが開花以上につながるというふうなことが懸念されております。 植物というのはあの寒さにある程度慣れていくんですね低温潤化って言でますあこれ動物にもあるんですが、えー、急にあの寒くなると風邪をひいちゃったりするわけですけれどそれと似通った現象が植物にも起きます。でこれはあの分かりやすく言うと体質が、えー、寒さに慣れないまあ 厳密に言うとあの植物の生体膜細胞膜ですとかそういった分子レベルでのお話なんですがそこの低温の適応性というのがそがれてしまって一挙に寒くなることで機能、まあ、不全に陥っちゃうということでひどい場合には枯れてしまうんですねといいうことがございますですでからあの気象変動によって秋があったかいで低温循化ができない。 ところが急な寒波が来たという時は非常に危ないということになるわけです。こちらがあの大学の付属農場になります。ここは約5ヘクタールの広さがある補場でして、ここあのナの遺伝資源というふうなことでさまざまな品種が植えられています。品種の数で言いますと国内外からコレクションしました約200品種以上の梨が保有されております。またあの歴史の古いもので言いますと。 江戸時代からの栽培されていたものから、えー、と今日現在あの我々が食べている梨まで、えー、幅広い年月のものが、えー、保存されております、えー、そしてあのここにあるたくさんの品種の低温要求量、えー、自発休眠が、えー、打破されるのに必要な低温がどれくらいかという量をさまざまな品種あの調査しておりますあのその中で、えー、既存の品種では、えー、少ないもの がこれという,ふうなものまたあの、多いものはこれというふうなものをいろいろ見つけるのと同時にあのさらに育種に活用できるようなより低温要求量が少ない品種がないかなというふうな野生種の調査も行っております。また、あのこれと同時に有益な花粉がないかなというふうなところで新たなあの樹粉樹の選抜というふうなところも考慮しましてさまざまな品種の花粉を集めて発芽率の調査も行っております。 まずですね分かりやすく自発休眠の人為的に破っちゃうという方法これについてお話ししたいんですが植物というのはストレス状態に起きますと自発があるるる程度破れるという、まあ、特殊な性質を持っているわけです、ね、でそのストレスというのが何かっていいますと例えばあの呼吸を阻害するような物質を投与したり。 あるいはあの植物ホルモンといって、まあ、あの植物の体の成長を制御する物質があるんですがこれを投与することによって一部休眠が破れるとで先ほどあの、えー、低温要求量という、まあえー、量的なものがあるということをお話したんですが、えー、そうですねその約半分程度を、えー、その薬剤によって、えーまあ、消し去ることができるというふうにまあ えー、メカニズム的にも分かってきたということである程度自発性、えー、実用性はあるんだろうなとつまりあの、えー、冬寒さが足りないという時にそういったもので補ってやるということが可能だということですが、まあ、あまりですね化学物質を使うということ自体が、えー、よろしくないので、えー、先ほどお話があった育種の方でなんとか改善、えー、対処して適用していきたいなと。 というところが一つですそれからもう一つは品種によってかなり違うというところでしたが実は桃とかりンゴにはですねそういったこともあるので当初そういった低温要求性のすごく少ない品種はないかなということで100以上の品種を調査したんですが残念ながらなかったと。 いうことですこれは何を意味するかというと我々の調査した範囲では育種による改善ができないということを意味するんですねで困ったなということでいろいろ探しておりましたら台湾に自生しているなしこれが非常に低温要求性が低いということが分かりましたでそれを急遽まあ取り寄せまして調査しましたところこれは使えそうだねと いう育種素材があったわけでそういったまあ比較の末にですねようやく外来の遺伝系統を導入することで育種の材料が確保できたということですしこれもう一つ重要なところは何でそんなに栄養要求性が低いんだという学術的なです、ね、研究材料にもなるということでそういったものを用いて研究を進めてきたということになります。 ただこれが現在の日本梨に比べて食味がどうかというふうなところなんですがあままりり良くなないいととうふうなことが分かっておりますそこで現在ある品種になるべく味が近づけれるように台湾梨日本梨これの交配を行いましたそしてその何回か日本梨の血を入れないとなかなかあの既存の日本梨と同じような味にならないので現在日本梨をな 3回交配して最終的なゴールとなる品種これを育成しているところです現在日本梨を2回掛け合わされたものができておりますここまで田村先生がからお話がありましたように約20年間かかっております落葉果樹の花が咲くまでの期間というふうなもの桃栗3年柿8年というふうな言葉がございますが梨の場合でも5年間は 開花すするままでに時間を要しますその中から果実これを食べ比べてこの果実が美味しいというふうなものを選抜してまたそれに交配をするというふうなことを行っていきますので育種にには非常に長い時間を要しますそこであの我々はこの育種と同時にそれを早期に選抜する DNA マーカーの開発というふうなものにも着手しております。これにより 早期に有用な系統を選抜するというふうなことを行いまして育種の効率化というふうなことに貢献したいというふうに考えております開花期が早まりますと、えー、通常これまではですね非常に農家は喜んでたんですね。というのはその結果として成熟期が早まるということなんですね。そうしますとあのいわゆる経済的には、まああの,単価が梨の値段な上がって えー、農家は喜ぶというのが通例だったんですがあまり早くなりすぎますと何が起こるかと言いますと、えー、歴日がまあ早いということはその分ですね、えー、急な寒波が襲ってきやすくなるというまあそういうリスクが高まりますで一つは、えー、梨の花粉というのはそうですね15度 C これが一つの目安でしてそれより気温が下がりますと ちゃんと発芽してくれないということが起こるんですねで、先ほど申しましたように春になると人工受粉をして、うん、人間が手助けしてやるんですがいくら人間が花粉をあげても花粉が伸びてくれないということで結実できないということが起きますこれがまず一番大きな農家にとっての打撃ということになりますそれからもう一点ですね今度はもっと低い温度 例えば霜ですとかあるいは雪が降ったりというようなことになりますと今度はあの花粉どころか実自体が寒さによって凍え死んでしまうということが起きてしまいますのでそういった2つのリスクですね結実しないかもしれないあるいは直接寒さの害でやられてしまうというようなことが起きてしまいますのでこれをなんとか回避する必要がある。 で一つはあの、まあ、よく外国のそうです、ね、果樹園あたりの映画で、えー、果樹園の中で火を焚いてというようなことがあるんですがこれ実際最近よくやるんですね。それからあのお茶畑によくあります房総ファン霜をよけるファンで、えー、地表の、まあ、冷たい空気を押しのけて上空のあったかい空気を、えー、入れ替えてやるという、まあ、そういった 施設をまあ導入しているというようなところがございます。それから最後に最初に話しましたあの花粉の問題なんですけれど、これもですねいろんな遺伝資源を調べますと、どうも低温でも発芽できる花粉があるというのが分かってまいりました。現にあの冬に咲く果物としてあの梅がありますけれど、梅あたりの花粉は5度ぐらいでも発芽するという。 そういうい特性がありましてどんどん探っていきますと梨の中にもそういった低温に、まあ、耐性の高い花粉を持っている品種もあるというのが分かってきましてこういったものを何とか実用化できないかという研究も進めているところです。鳥取県はよくあの二次世紀梨の、えーまあ 有名な産地だということを言われるんですが実は従来からのたくさん品種を導入しておりますそれから現在ですね鳥取県の園芸試験場が中心になって新しい品種を作っておりますでこういったものがだいぶ増えてまいりまして主要な品種だけで大体10ぐらいいございま,すでまあこれはあの適用ということがあるんですがまず現段階でですね20世紀の前とか後ろとか。 あるいはあのもっともっとあの遅い時期の品種というようなことで、まあ農家の栽培する期間が増えるような形で、しかも味がいいものを作っていこうということで、十ぐらいの品種をまあえ手を変え品を変え作っているということですね。少しそし意識改革も起きつつあります。それは何かというと、梨っていうのがかなりまあ永年性よく言いますねあの長い 半永久的に作るようなまあそういう,うなイメージがあるんですがやはり成りわとして作っていくということになると品種はもちろん、まあ、いいものを作っていく変えていくということそれからもう一つはですね作る地域も例えば鳥取県もですね今標高4 0 0メートルぐらいまでの地域に梨産地があるわけです。でそうううういいいいいったととととこころででかなななり農地というのも、まあ、後継さんがよ るる場所もたくさんあるわけですよねでそういったところでじゃあ作ったらどうなのとかえ農家にとってはもう一つチャンスがあって、えー、例えば標高の低いところから高いものところまで作ればですね労力が分散できるというような逆のメリットもあるわけです。ですから、えー、一概に温暖化によってネガティブなところで将来展望をなくすというよりむしろ、えー、これをまあ えー、なんとか逆転にとって生き残っていこうというような発想もあってしかるべきだろうなでそういうお話も農家の方によくしておりまして、まあ、あの冗談で「おいスキー場さ土地安いから買っとけ」というような <laughs> あの、まえー、少しほら、ま、話もしてるんですが、えー、でも若い人ってやっぱり敏感ですからこれはあの、えー、農家レベルだけじゃなしに行政がきちんと取り上げていって。で 農業の振興につなげていくような大きな波を作っていかなくちゃなと思ってます現在我々は政権支援センターのイノベーション創出推進研究推進事業というふうなもので国産花粉の安定生産というふうなものに関わる研究も行っております先ほど先生から田村先生からもお話がありましたように品種によって寒い条件下でも 発芽する花粉というふうなものがたくさんありますただそれは現在遺伝資源として埋もれているというふうな状態ですのでなんとかこれを多くの生産者の方に使っていただきたいというふうなことでこれを普及するというふうなことも行っておりますまたこの花粉を取るというふうなのが春先すごく大変な作業になりますので機械化によりより効率的に花を取る花粉を生成するというふうな技術確立 合わせて、現在の輸入花粉からの依存というふうなもの生産者の多くはこれ依存しておりますのでこれをなんとか国産花粉で補っていこうというふうなことを考えております。と言いますのが輸入花粉どうしても海外からの重要病害の侵入というふうなリスクを伴うというふうなところと合わせて輸入の状況年によって多い量少ない量というふうな年次間の格差がありますので供給体制が不安定になる。 価格も不安定になるというふうなことがありますので、今後は国産の花粉で何とか生産者の方が受粉を行っていくというふうな世の中が変わるような研究を進めていきたいなというふうなことで進めております。まずですね、あの先ほど申し上げました自発求民のメカニズム、これ自体が分かってないというところから研究をスタートしてます。で、これはいろんなあの対処法を考える上で。 メカニズムが分かんなくてどういうふうにやるのという経験則で、えーまあ、技術を開発することになりますので非常にこれがあの一番大きな問題です、えー、ようやくあの研究が進んで遺伝子レベルで何とか光が見えてきたところということですがその研究に約25年ぐらい費やしているということですねそれが1点ですそれからもう一つですね、えー、メカニズムは分かっても、 適用できる品種というのを作る必要がございますので、えー、先ほどあったようになかなか実を結んでくれないと種をまいて、えー、まあ5年ぐらいになって初めてその成果が評価できるとでそれをもとにまた次の育種をするわけですので非常に時間がかかるということですね、えー、当然あの、えー、対応してくれる学生さんたちは自分たちが卒業した後になって初めて 成果が見えてくるというようなことになりますので、えー、これ何て言うんでしょうやっぱり大きな一つのプロジェクトとしてずっとあの続けていく今気これが必要だということになりますのでそこら辺りのメンタリティモチベーションの維持というのが実は結構大変だということもございます温度があの今後100年でどれぐらい上がるかという風なの、えー、二酸化炭素の排出量で変わってきますので,で 一概には言えませんが、このままだと既存の日本の品種では日本の産地なかなかあの特に九州や西南の地ですね、この辺では栽培がしにくくなるというふうなことはあの予想が立っております。そこでそういうふうな地域を中心に現在我々が育種を展開している品種これを導入してなんとかあの生産量を維持していきたいなというふうに考えております。やはりあの日本人にとって秋の果物の中で非常に重要な。 まあ文化ででもあるわけですよねでそういったものをどう、まあ、伝えていくのかというところで非常に重要なところというのが、えー、先ほどキーワードとして取り上げた敵地とそれから育種とということになりますでそれをまあかなり筋道が立ってきましたので今の研究の進展をもってすればなんとか将来も続けていけるんじゃないかなというふうに私は感じています。